ヒーローホーマチャンネル。どうもこんにちは、ホーマです、あっという間にもう2ヶ月経ってしまいましたが、昨年の11月にですね、無事還暦の誕生日を迎えまして、クラブチッタでね、ヒロフェスっていう、ライブをやったんですけれども、メタル大好きな、お笑い芸人木曽三中くんに、MC をお願いしまして、最初は僕がやってるカバーバンドなんですけれども TRI っていうね、ギターが北島健二さん、キーボードに石黒明さん、そしてベースは、同じ北海道の先輩の、松本慎二さんと、4人でインストゥルメンタルのね、コージュ・パウエルのソロとかジェフ・ベック、ゲイリー・ムアーの曲なんですね、やりましたけれども、でその後は僕が今やってる、現在やってるバンドネイキッド・マシーンっていうバンドで、ボーカルカンちゃん、ギター里村源太郎、ベースに岡本圭介と、この4人で、2バンド演奏しまして、その後は僕が大好きな、内首獄門同好会ゲストで出ていただきまして、素晴らしい演奏してもらいましたね、もう楽しくてね、僕も舞台袖で飛び跳ねてたんですけれども、本当にありがとうございました、そしてセックスマシンガンズ、もう本当素晴らしかったです。すざまじいパフォーマンスとね、もうステージの皆さんの動きもすごいし、演奏もすごいし、もうめっちゃパワーあってね、勢いというか、もう何でしょう、これぞヘビーメタル、もうさすがですわ、もう脱帽です、素晴らしかったです。その後に最後にですね、スペシャルセッションで、フラッシュバッカーという、スペシャルなメンバーで、フラットバッカーの、カバーをやりました。ボーカルに下山武則くん、もう山田雅樹をあそこまで歌えるボーカルはなかなかいないですよね。ギターにセックスマシンガンズのアンちゃん、もうアンちゃんもね、すっごい翔陽をリスペクトしてくれて、メイクもしてくれてね、本当に嬉しかったです。でもう演奏も素晴らしかったです。でベースに、内首獄門の純子ちゃん、彼女はね、実は札幌、北海道で同郷で、学生時代のアマチュアの頃からの、知り合いでね、今回本当に無理言って、フラットバッカーやってもらったんですけど、もう死ぬって言ってましたけど、もう本当にでも素晴らしい演奏でした。もう彼女はね、ベース持ってステージ上がると本当にかっこいいんですよね。もう素晴らしかったです、みんな、本当にありがとうございます。で、最後の曲の前にいきなり皆さんにサプライズがあったりとかして、ケーキやプレゼントをいただいたり、みんなに本当にお祝いしていただいてね、本当に感謝感謝です、感謝感激、本当にありがとうございました。でね、こんなたくさんいろいろバンド出たんですけど、そのバンドの合間っていうか転換の間にですね、これまたいろんなアーティストに、ビデオメッセージっていうかね、コメントをいただきまして、それを会場のスクリーンでも流したんですよ。今回はですね、このいろんな方にいただいたコメントを、せっかくですので、この場で皆さんにも、ご紹介したいと思います。では、多分長いので2回に分けようかな、2回に分けて、お届けしたいと思います。ではご覧ください。原田健太です。どうも、本間さん還暦おめでとうございます。本間さんといえばですね、僕的にはフラットバッカーです。中学の時に聴いてました、エサ、大好きなアルバムでした。でそんな本間さんとね、またこうやって一緒に演奏できたりツアー行ったりとかできることが本当に嬉しく思ってます。今はね、本間さんと 80s
ロックバンドみたいなのをやってまして、まあ、80s のカバーをやるバンドなんですけども、これもまた非常に楽しくやらさせていただいてましてですね、旅先で あのお酒とか飲んだりとかね、そんなのがいつも面白いです、そんなわけでこれからもどうぞパワフルなドラムで、日本のドラマー界を引っ張っていってください。原田健太でした。オードボーズのボーカル中村義人です。本間さん、60歳の還暦おめでとうございます。今回ね、まっちゃん祭りで初めてお会いしたんですけれど、実は僕もあの1964年の2月生まれで、来年2月で還暦を迎えます。まあ、こっから先で50代も多分いろいろあの体的にいろいろあったと思うんですけど、こっから先はそう、まあ、未知の世界に突入する感じだと思います。でもね、まだまだ元気な先輩たちがね頑張ってらっしゃいますから、先輩たちに負けないようにこれからもパワフルなドラムを、聞かせてください。還暦おめでとうございます。ライブの成功を祈ってます。エイジアンブラックの、マックスこと藤原正則です。よろしくお願いします。本間君、還暦おめでとう。イエーイ、ね、今日はイベントということでコメントをさせていただくんですが、本間君とは、40年前ぐらいに、フラットバッカー時代の、僕が12歳の時の、三笠の市民会館かなんかでゲストで行った時に一緒にやったのを覚えてます。それからもう40年も経ってまた一緒にやれるってことが嬉しいと思います。また、できたら嬉しいので、ぜひお互い頑張っていきましょう。バニーです。本間さん、ついに来ましたね、還暦が。僕も先にちょっと来ましたが、同い年なんでね、おめでとうございます。本当おめでとうございます。まあどうだろう、本間さんといったらあれだね、北海道でスナイパーでいた時にフラットバッカーで確か一緒にやってるんですよね。だそれが最初の出会いですけど、その後全然会いませんでしたもんねなのでブランクあるんですけど、その後吉越由美とかあの辺で一緒にちょっとやったりとかしたんで、まあまあ仲良かったですけどね。まあとにかくまた何かやりましょうぜひお願いします。はい、おめでとうございました。ギターの江口正義です。本間君、還暦おめでとうございます。僕はもう三つ上になっちゃったけれども、本間君とは本当に今日のライブ、あ、これは今日っていう話でいいのかな本当に何年ぶりかに再会できてすごい嬉しかったです。昔はね、本間君と小野正俊君のライブでね、よくツアー回ったよね。あの頃をすごい思い出すし、本当に素晴らしいドラムで、大好きで、今でも変わらずね、素晴らしいドラム叩いてるのがすごく嬉しいです。これからもまたどっかで一緒にやりたいです。おめでとうございます。バウアーの斉藤みちるです。本間くん、還暦ということでおめでとうございます。まあ、僕ももう5年ほど前に迎えましたが、出会いはですね、キースと一緒ですね、フラットバッカーなんですね。で、僕たちが北海道にライブしに行った時に、ちょっと僕のアンプの調子が悪くてですね、アンプを借りたというなんか思い出がありますね。まあ、お互いこの年齢まで、まあ、プレイヤーとしてやってこれてとても幸せだと思いますが、まあ、今後も頑張っていきましょう。おめでとうございます。はい、ロジャー高橋です。本間君、還暦おめでとうございます。ね、もう還暦ですか。ね、ね、まあ、いろいろこの年になると、まあ、いろんなガタが来たりしてます、しますけどね、まず健康に気をつけて、ね、これからもね、日本のロック界を、ね、引っ張っていってもらわなあかんので、健康に気をつけて、ね、ツーリングとかも、ね、ガンガンやってもらって、健康で楽しくやってください、ね、私 も、 ちょっと病気してましたけど治りましたんで、ね、これからも、日本のロックを背負っていってもらいましょう、ね。では元気で、ね、おめでとうございます。はい、ARB のキースです。本間ちゃん誕生日おめでとうございます。付き合いはフラットバッカーからの付き合いですね。これからも体を大事に
みんなを引っ張っていってください。またよろしくお願いします。田中一郎です。本間君還暦60歳おめでとうございます。正直言うとお付き合いはねそんなに長くもないですし、昔からこう細かくお付き合いしたわけでもないんですけど、エネルギッシュなドラマ大好きです。で私は来年70になるんですけど、大丈夫ですよ、ドラムまだまだ、向こう20年本当に暴れまくってください。楽しみにしております。非常にご無沙汰しております道仙です。本間さんね、札幌の大先輩、還暦ということでおめでとうございます。もう我々からするとですね、もう本当に北海道の誇りであります。もう本当フラットバッカーね、そしてイージーを通してですね、まあ本当に俺が高校生の時ですね、よくしていただいて何回かスタジオとかであったりして、友達がね、ちょうど来た時もね、そう、札幌にね、留萌から出てきて、ジグ18歳の時だから、ジグスタジオジグで、それがちょっとね、本間さん、知ってるって言うんで、うん、えぇっって興奮してた、サインをいただいたことがあって、まあ、多分本間さん覚えてらっしゃらないと思うんですけど もね、すごい嬉しかったですね、もう本当に、あれからもう、でも本当にびっくりしたもんな、東京行くどころかね、もう本当にアメリカまで、ね、可能性っていうのはね、我々同じね土地にから出身で、まあ本当に無限大なんだなっていうのは、まあ可能性だけはね、無限大なんだよね、俺たちもね、なんですけども、本当にそこからですね、本当にいろいろ勉強させていただきましてね、本当になんとかやってまいりましたけども、まあとにかくもう60歳還暦ということで、我々もね、まあ言ってももうあと3年ぐらいですからね、還暦迎えますんで、ちょっとですね、ぜひ還暦を迎えた先輩のですね、またご指導ご鞭撻をお願いいたしたいと思います。それでは本間さん還暦おめでとうございます。おめでとうございます。本間くん還暦おめでとうございます。ね、みんなどんどん順番に年を取って60歳になってまいりましたけれども。うん、今日このメンバーでサーベルタイガーと名乗るというのもおかしな話なんですけど、今日はヨーコエラ、90年代の私の時代のなんか私が歌ってた時代のサーベルタイガーのライブでこういう風になっています。はいはい、先日ソリッドバッカーでご一緒させていただきましたし、札幌に本間さんクリニックとかに来られた時にはちょっとね参加させてもらったりまして、ちょいちょいちょっと交流をさせていただいてるんですけど、60歳還暦おめでとうございます。これからもまだまだ大活躍してください応援してます。はい、山ちゃん。はい、山積です。あ、本間君俺のこと覚えてますかねかれこれ40数年前にですね、ディオールというライブハウスがあって、はい、そこで、本間君は確かあの時キラーというバンドをやってて、私は、まあ、甲子園というバンドでなんかやってたりして、まあよく対バンとかしてまして、その頃本間くんってでも15、6だったと思うんですけど、うん、とんでもないレベルのやつがいるなってその頃から思ってまして、案の定もね世界的なロックドラマへと、うん、飛躍していきました。はい、この度はまあおめでとうございました。はい、僕はですね、本間さんにラウドネスで使ってたドラムをいただいてフルセットをいただいてスネアも何個かいただきました。もう未だにスネアは使わせてもらって大切に、本当おめでとうございます。キノちゃん。はい、もう彼そうだな、俺が10代の最後の頃ぐらいからの付き合いだったと思うんですけど、よくその当時なんか俺がアルバイトしてるグヤトーンっていうスタジオでよく溜まってたりとかで、懐かしい、楽しいことをいっぱいやりました。まあお互いこうやってね、この年になってもできてることすごく嬉しいし、お互い頑張りましょうっていう願いも込めましてですね、これからもご活躍を期待しております。
ということで私も16ぐらい高校生ぐらいの時に最初にその時はウィザードというバンドをやってらっしゃいました。でそんな頃に、知り合いましたねっていうところなんですけど、そこからまあ脈々と時間が流れまして、うん、まあ、最近もセッションでご一緒したりすることもあるということで、これからもよろしくお願いします、はい、そしてまだまだ行きましょう、はい、おめでとうございます